北海道和種北海道和種は北海道を中心に飼育されている日本在来馬の品種、土産史の俗称で親しまれている。本州から持ち込まれた南部馬が先祖とされる。北海道で古くから生活していたアイヌの人々は馬を飼育することがなく、鎌倉時代に山和民族が南部馬を本州から持ち込んで刺激したのが北海道での馬の飼育の始まりであるとされる。 江戸時代に入ると北海道の漁場の開発が進み、夏に漁業で稼ぎの際に漁獲物の運搬などで、死役するために盛んに馬が持ち込まれた。冬の間は北海道で放置され、翌年に冬を越すことができた馬を捕獲して、死役していた。こうした環境で、北海道の気候風土に適合した原糖と素食に耐える特有の資質を持った馬として確立した。 2 0 0ラム近くの荷物を運ぶことができることから、旅人を乗せたり、物資の運搬などで活躍した。荷物を運ぶ方法に手綱を、前の馬の尻尾に結びつけて、隊列を組む、脱付という特有の方法で運搬していた。しかし、機械化が進むにつれて、運搬用としての役割は減っていた。現在では、温厚な性格から乗馬として刺激され、ホーストレッキングやヤブサメ、 障害者乗は、ホースセラピーなどの多くの場面において活躍している。ありがとうございます。